井市のレストランナチュラルキッチンサール。福井県産の米や野菜をふんだんに使ったランチなど、彩り鮮やかで体に優しいメニューが豊富です。手作りの惣菜やお弁当などテイクアウトにも力を入れているんですが、3年前に新たに挑戦したのがスイーツ作り。それも米粉のスイーツです。このチーズケーキ、去年9月に専門家による食品の評価制度ジャパンフードセレクションで最高賞のグランプリを受賞。先月からはアメリカ・ロサンゼルスでも販売が始まりました。いただきます。おいしい。しっとり滑らかな食感で粉っぽさもなくって、米粉って言われないとわからないですね。優しい甘さで素材自体の味わいをすごく感じます。小麦などに含まれるタンパク質のグルテンを含まないグルテンフリーのスイーツ。手がけたのはこのレストランを経営する広瀬和人さんです。私の息子が小麦アレルギーということがやっぱ大きかったのかなと思います。当時除去しかできないという形で、やっぱ泣いてる姿とか見た時に、子供が、ね、小麦以外でも食べれる美味しいものを作りたいという思いもありましたので、そういった子供たちが笑顔になっていただけるようなスイーツを作りたいと、今後も作っていきたいなと思っております。アレルギーがある子供にも甘いものを食べてほしい。去年6月にはスイーツ専用のセントラルキッチンも併設し、本格的にグルテンフリーのスイーツ事業に乗り出しました。おいしい。おいしい。パパ食べるね。おいしい。おいしい。米粉のスイーツを作って本当に良かったなと思います。米粉は農薬や化学肥料を使わずに県内で栽培された玄米から。卵は地元の養鶏場の新鮮なものを使っていて、鶏の餌にはレストランで揚げ物に使った廃棄する油を活用しています。すごくやっぱ手間暇かけた材料食材になりますので、そこをやっぱ僕らはその手間暇かけたものをもう一手間加えて、余すことなくエンドユーザーの方に届けないといけないという思いもやっぱり深い思って作らせていただいておりますので、生産者が大切に育てた食材を余すところなく使いたい。ただどうしても焼きムラや生地が割れてしまうものも出てきます。そこでこれまで規格外だった部分は大阪の企業が手掛けるネット通販サイトロスゼロで販売して、ロスを減らすことにも取り組んでいます。食材を大切にしながら誰もが笑顔になる食を求める広瀬さんが明日へつなぎたいものは、体は食べ物にからできていると僕ら思って、その素材もこだわって作らせていただいてますので、今までもそうで、これからもやっぱ福井ってすごい素晴らしい素材がたくさんあるんですよ。そこをやっぱ全国世界にやっぱお届けしたい。でグルテンフリースイーツという分野なんですけど、まだまだニッチなんですが、そこをねもっともっと僕たちは届けたいなと思っております。